シーニゲプラッテ鉄道の車両シーニゲプラッテ鉄道は、スイス、ベルン州、ベルナオ・ーバーラント地方のビルダースビルと、シーニゲプラッテ間を結ぶ登山鉄道である。ユングフラウ地方に路線網を展開するユングフラウ鉄道グループのベルナオ・ーバーラント鉄道の路線の一つであるが、通称シーニゲプラッテ鉄道と呼ばれている。1893年に開通した。 登山電車で標高差約1380メートルを50分で結んでいる。ビルダースビルはインターラー県近郊の村でトゥーン湖とブリエンツ湖に近い。標高1967メートルのシーニゲプラッテからはアイガー、メンヒ、ユングフラウをはじめベルナーアルプスの眺望が広がる。シーニゲプラッテ駅付近には約600種類の高山植物が栽培されている。 スイス有数のシーニゲプラッテ高山植物園がある。2016年からスイストラベルパスを持っていれば追加料金なしで利用できる区間となり旅行者の便利が高まった。年に数回120年以上の伝統を受け継ぐ蒸気機関車の特別運行が実施されている。シーニゲプラッテ鉄道はビルダースビルでインターラーケングリンデルワルとラウターブルン年間を結ぶ ベルナオーバーラント鉄道に接続する。路線の総延長は約 7km で、期間は 800mm のラック式鉄道である。ラックレールは立憲爆破式で、標高差約 1380m、最大勾配250パーミルの区間を登る。当季は運行休止し、通常は5月末から夏季から10月中旬まで運行する。ラウター・ブルンネン・クライネシャイデック。 グリンデルワルト間を運行するベンゲルンアルプ鉄道から移籍した車両を所有しており、開業当時からの蒸気機関車も継続使用している。20号機エーデルワイス。ありがとうございます。